ヨハネ福音書21章15節から23節まで1節ずつお読みしたいと思います。ヨハネ아들시모나네가이사람들보다나를더사랑하느냐하시니이르되주님그러하나이다내가주님을사랑하시는줄주님께서아시나이다이르시되내어린양을먹이라하시고예수와후다다비카레니요하레타요한의코시몬아나타와아타시오아이시마스카페드로와예수니이따하이슈여아타시가아나타와아이스르코토와아나타가고존지데스예수와카레니요하레타아타시오히츠지오복구시나사이요한의아들시몬아니가나를사랑하느냐하시니주께서세번째네가나를사랑하느냐하심으로베드로가근심하여이르되주님모든것을아시오매내가주님을사랑하는줄을주님께서아시나이다예수께서이르시되내양을먹이라마코토니마코토니아나타가니츠게마스아나타와또와카가타고토끼니와지분데오비오시메테지분노아르키타이토코로니아르키마시타しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに怯えさせてあなたを行きたくないのところに連れて行きます。ペドロは振り向いてイエスが愛された弟子が後について来るのを見た。この弟子はあの晩餐の時、イエスは右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。イエスはペドロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私を従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちに間に行き渡った。しかしイエスはペドロにその弟子が死なないと言われたのではなく私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。그황마한땅을기업으로상속하십시다오늘우리찬양대어려운곡을하셨어요今日の賛美무지가시이곡이でした정말우리하나교회성도들이렘넌트시대를마음에품게하나교회의성도여러분들과렘넌트를위해서무지가시이곡에도관계없이그찬비를사사기했습니다렘넌트시대를마음에담는そのレンナントのことを心を込めて レンナントの時代を心を込める祝福を味わうよ味わっていきたいいただきたいと思います。選手は昨日まで世界リーダー修練会が行われました。レムナントたちに必要なメッセージがありました。海外からも海外から含めて2400人ぐらい参加されていました。祈ってくださったおかげで진짜기도도기도지만은또물질들여서또직접헌신해가시면서그추운날어더운날씨에추운날씨가아니죠그더운날씨에そのおかげで真夏の暑い中いろんな献身をしていただき感謝しています。今週も世界レムナント大会が行われます。このために毎週水曜日に長老さんたちが集まって祈り会が行ったことにとても力になりました。その中心として毎週水曜日にする祈り会は終わったのですが、ただ
大会のために祈り会を行われるのではなく、その後でもその祈り会が持続できればと思います。今はそのレムナントたちを起こして、誠な弟子として立たせるべきなので、237のためにまた五千宗職の呼んで、この韓国に招いて訓練させて、また派遣しなければなりません。そのためには必ず祈りが必要なわけです。毎週行えるその祈りを祈る時間が必要なんではないかと思っています。ある日 YouTuber のショーツの映像で、あるメッセージの中一言を見たことがあります。講壇に立っている映像の中に流れるその牧師は言われました。私は講壇に立っていますが、その背景には 私のために祈っている、捧げているサポートがいますと。ある意味、私たちも福音回復すべきなのが、回復しなければならないのが、その祈りであります。この毎週行われた祈り会が始まり、離り、その祈りが持続できるよう、できればと思います。昔は教会の時は、その地下に祈ることができる地下みたいな場所で祈ることができる場所がありました。その場所が祈る場所としていいところでした。しかし今の時代は忙しいほどその祈りが必要なわけです。その祈りの中に入って、全世界福音宣教師に生かす弟子として立ちを祝福します。今週もメッセージもそうでした。その祈りの祝福を持って企業、作品、遺産を残しましょうと。今週参加される皆さんもその流れを握って、祈りのタイトルを握って一緒に祈らなければなりません。また中職者たちも前生徒たちもそのことを置いて祈る必要があります。また今週の大会のために
정말로 렘넌트를 붙잡는 귀중한 언약의 메시지들 같이 우리 계약의 귀중한 메시지요. 시대를 통해 주시는 언약 붙잡고 시대적인 응답을 우리 교회가 누려가는 시대의 고타에 오게를 하나 교회가 나를요 축복します. 오늘의 타이틀은 私の子羊を飼いなさい。多くそのメッセージを聞かれましたが、今日初めてメッセージとして握るよう祝福します。まず一つ目です。私たちの現場を正しく見る目が必要です。今日のヨハネ福音書20章には自分自身の昔の姿に戻ってしまったということが分かります。漁師だったペドロがその漁師の時の体質に戻ってしまったのです。ペドロと弟子たちは復活されたイエス様を二度も会いました。それにもかかわらずペドロを中心として結局その元の漁師の仕事に戻ってしまいました。6人ともに一緒に戻ってしまいました。昔の自分に戻ったペドロとその弟子を弟子たちを私たちも福音と言っていますが、下手したら福音の体質ではなく心配や不信仰その体質に戻ってしまい、その体質になりがちです。ある時問題に出会ってしまうと、必ず先に出ているのは心配で不信仰が出てしまいます。その一瞬でもその体質のことを分かっていれば、どれだけ福音を聞いていても、ただ木を抜いていますと、その昔の体質に戻ってしまいます。いつも福音でなければならないということを常に思って悟っています。その木を抜いている時に、私も知らずにその昔の考え方や体質に、またその人本主義に戻ってしまいます。その自分を見つかる時に、必ずキリストでなければならないということを分かるようになっています。一瞬でも霊的で眠ってしまいますと、昔のところに戻ってしまいます。その昔のことが何ですか。私の考え方や私が好きなこと、そのことに捉えて成功中心の生活に
生きてしまいます。한순간돌아요그래서근신하라깨어라너희대적마귀가우는사자처럼두루삼킬자를찾는다말씀했어요영적싸움은늘깨어있어야합니다霊的な戦いは常に気を済まさなければなりません。今日もキリストしかありません。その昔の大使に戻らないように気を締めなければなりません。정말로우리가복음앞에서서복음으로대한복음에대한결단을가지고승리하는저와여러분되기를주의이름으로축원합니다여러분가만히있어보세요복음과전도와기도와멀어져요내삶이교회강단도마찬가지예요ただ전도이야기하지않으면요처음에福音でなくただ生活してしますと福音と私が遠ざかって福音の関係のない生活にしてしまいます。祈りとまた伝道と遠ざかっていきます。そしたら福音と関係なく私の自身の努力で生きて行ってしまいます。福音と遠ざかっていて祈りと伝道と遠ざかっていて私がどれだけ頑張っても誠な神から与えられた答えは味わうことはできません。漁師だったペドロは夜が明けるまで網を下ろしました。しかし一匹も取れませんでした。それが私たちの人生であります。私自身に頼って私自身の考え方で生きています。神言14章12節人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。私の考えでは合ってるかもしれませんが神からすると間違ってるかもしれません。その可能性はあります。私の考え方では合ってないけれども神からとしたら合ってるところに立つべきであります。箴言16章3節です。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。大勢の人は神に全部任したと言っても結局問題にあってしまうと自分のところに行ってしまいます。教会礼拝するときにはそうなりませんが、その扉を出た瞬間また自分の体質に戻ってしまいます。箴言神の子供は神に全てのことを任す人です。神の人は全てのことを神に託すとき神から用意されたその道が開かれます。神に全てを
してないということは、世に出たとき、私たちが心配することや、そのことはその意味であります。誠に託したのかどうかは、神様が知っています。どの状況でも、どの問題でも、それに関わらず、神に、神の中で頼る、また神にの中で平和を味わう人。もし皆さんは心の中に不安があると頑張らないでください。そのまず神に、神のことを見て、そのキリストの中にいてください。神に全てのことを任したということは何でしょうか。主の御言葉に従おうということになります。教本文の弟子たちは自分が持っている知識や経験を基づいて、経験に基づいて魚を取ろうとしていました。イエスはその船に登って、船の右側に網を下ろしなさいと。21章11節に魚が153匹が取られました。神の子供は神の御言葉についていくときに答えを受けられる、その人生になるということです。弟子は神の御言葉をついていく人であります。私の利益や損害を頼れず、ただ神の御言葉についていく人です。御言葉についていきますと、現場が見えるようになります。まず一つ目が、現場を見る目が必要であり、誠に御言葉の前に立ちますと、現場を正しく見るようになります。今日ペテロと弟子たちはイエスの十字架の復活されたことを直接目撃して体験された商人たちです。そのことを見ていたら、この世に必要なのがキリストであることを信じて、その理由を見つかる必要がありますが、しかしそれにもかかわらず、また昔の漁師の時代に戻ってしまいました。私たちもそうです。現場で私のことをなぜ現場に送り出したのか、その現場にいる使命を見つかる理由が分かります。必ず福音が必要な理由を見つからなければなりません。
여러분을 왜 부르시는가를 깨달아야 합니다. 지금 현재 現場で 神様は 私たちをなぜ 진짜 呼んで 下さったのか 見る 필요가 あります. 복음만 말하면은 그 앞에 하나님 앞에 헌신할 많은 제자들이 숨겨져 있어요. 그래서 예수님께서 말씀하셨죠. 이런나 겐바니야. 다다 후쿠인오 스타일을 모든 족속으로 제사서 숨겨져 있으니까 대시다치가 모든 족속으로 제사서 소나이테이마스. 진짜 복음 듣고 살아날 갈급한 사람들이 현장에 숨겨져 있고 모토메르 대시다치가 우리는 정말 가카레테이마스. 이 복음이면 되는 것이라는 답들이 내려지게 돼 있어. 메가 히라쿠 토키 자매가 어제 같이 이야기를 나누면서 그렇게 타다 후쿠인가 히치오나 히치오 데아루코토 키츠키마스. 교수로 계시는 분인데 사실은 아르 세넨토 상황이어서 집에서 아테 아메리카라 실시간으로 메시지를 기타 세넨카라 하나스 코토와 아리마시타. 소노 아메리카 데와 이츠모 에조데 메시지오 키테 이루 세넨 데 아리마스. 소노 세넨가 한국에 키테 사와자와나코토키테 아타마노나카니 콘난가 아리마시타. 시카시 메시지노 키테루 우치니 私は 本当に 복음이 필요で 복음을 求める 人だと 告白しました. 初めて 聞いている 人ではなく 常に メッセージを 聞いている 青年でも そう言っていました. 私は 常に 복음이 필요で 常に 복음을 求めていると. そしたら頭の中にある全ての葛藤は去っていました。福音を伝えるところに弟子があります。現場では 고통 가운데 빠지는 것이 아니라 이 복음 하나 겐바데와 이마 후쿠인가 낙대 현장을 제대로 본 것입니다. 그리고 현장에는 여러분은 건강하게 와서 예배드리지만은 맞다. 겐바데와 이상한 질병에게 완전히 오바케니 토라레테 예배들 못 드리는 가운데 있는 사람 레테키노 병야 리테키노 병기니 가까이테 귀신의 사로 옆에서 자기도 자기 자체를 어떻게 할 수 없는 마치 마가복음 5장에 보면은 그루신데이르 히토가 겐바데 이마스. 그 착구를 풀어치고 공동묘지에 나가서 막 밤새도록 돌아가는 돌아다니는 귀신들린 여자처럼 귀신들린 사람처럼 그런 자들이 이 땅에 수탈한 사실에 소노요나 히토타치가 오제 이마스. 복음 아니고는 안 되는 겁니다. 현장을 제도 보면 볼수록 겐바오 미레바 미르호도 후쿠인가 필요한 이유가 와かるようになります. 말씀에 대한 이해는 안 되지만 그러나 말씀에 대한 사모함과 그 말씀을 가지고 갈급함으로 미코토바오 미코토바오 모토메르 모토메테르 히토와 성경은 가지고 있지만 그 말에 대한 이해를 못 맞다. 겐바데와 오제이마스. 갈급함으로 나가는 예배하러 왔다가 돌아가는 그 사람들처럼 성경을 가지고 말씀을 들으나 이해는 안 되지만 그러나 말씀에 대한 갈급함을 가지고 오늘도 기다리는 사람들이 많다라는 겨우모 소노 코토 복음을 모토메테 복음이 필요한 것입니다. 복음을 맡대이르 히토가 겐바니아 오제 이마스. 복음이 필요한 이유들을 제대로 깨닫게 되었고 그때부터 우리의 모든 삶에 제대로 된 응답들이 역사가 일어나게 되어 있다는 사실입니다. 여러분 나는 지금 현장과 현실을 어떻게 보고 있는가? 현지와 현장을 어떻게 보는지 우리 현장을 보고 무슨 생각을 하고 있는가? 그 현장을 보고 자신들 한번 점검해 보시길 바랍니다. 어떤 생각을 하고 있는지 돌려보겠습니다. 먼저 우리에게 있어야 될 것이 있다면 그것을 위해 現場を見て福音が必要な理由を分かるときに神が言われたように子羊を
買いなさいと言ったようにだろうと思います。二つ目です。神から神に呼ばれて与えられた使命を味わなければなりません。その際に子羊を飼うことができます。今日本文の15節です。イエスは3度も私を愛しますかと聞きました。16節に主よ私があなたを愛すことはあなたがご存知です。もし今日イエス様が来られて一人一人聞かれたらどのように答えますでしょうか。しかし確実なのは救うために呼びされた者にだけ その者だけが神のことを愛することができます。今日神がこの礼拝の場に来るようにさせました。ヨハネ手紙第1、4章9節です。私たちが神を愛したのではなく神から私たちにが愛されました。その神が私の子羊を飼いなさい、その子羊は何でしょうか。未信仰。결국은새신자도새신자지만은우리의후대들また 未信者もそうですが、またレムナント、後代もそうなります。レムナントたちである後代を心込めて祈らなければなりません。レムナントの時代を心に込めている人ほど神様は必ず祝福されました。契約のことを述べるときに常に後代のことを述べていました。後代に対する約束と祝福を述べていました。そのことが契約に含まれています。そうすると後代のことを込めて霊的なサミットになるよう背景で祈っていただきたいと思います。レムナントたちはただ成功する場に立つのが目的はありません。福音を持って人を生かす
その人になる必要があります。人を生かすエリート、それをいわゆる霊的サミットと言っています。ヨセフは奴隷で監獄に中にいても、また総理になって成功したのか、それ成功ではありません。神の計画は総理ではありませんでした。なぜ総理にさせたのか、命を救うため、その福音のことを伝えるため。世で言われるその成功ではなく、人を生かす、それがそのように立つ必要があります。教会や広大たちが崩れる時代が来ると思いますが、崩れてしまいますが、彼らに時代の災いを止める唯一な福音のエリートに立たせるよう、にするのが今日の私の子羊を飼いなさいという本文の意味であります。災いの時代に福音を持っているエリート、サミットに連のたちが立つよ、祈りの背景として言ってください。どのように霊的サミットとして立たせるのですか。その方法は19節22節です。먹이라는사명을감당하는방법을말씀하셨는데19절마지막에보면은나를따르라이말씀하셨습니다그리고어떠한죽음으로하나님께영광을가르치십니다이말씀하셨베드로에게이르시되뭐라했습니까나를따르라하시그리고20절에도보면말씀하고있습니다22절에私の来るまで彼が生きながらいるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。私がどれだけ頑張っても、イエスに従ってついていくこと、それついていく、従うことは御言葉に、従い、またその御言葉に導かれることです。そうすると第2コリント4章7節この宝を土の器の中に入れているのです。질그릇같은저와여러분이우리안에있는보배인그리스도따라가면은土の器のような私たちがその宝であるキリストについていきますと、その霊的サミットとしてレムナントたちを立たせることができます。私自身がまず御言葉の御前で立つよう祝福します。ある意味その邪魔されるサタンに騙されなくて、악한사단이사명감당하지못하도록공경하는부분이나오는데쉽게말하면인간관계를통해서사명감당하지못하도록공격요술은이인간관계를통해서23절쭉보면은우리たちのことを騙しています。사명의메시지를듣고나서요한을보면서예수님에게물었습니다
요한이 어떻게 될 것인가. 그러니까 예수님은 거기에 상관하지 말라고 오늘 성경에 보면은 22절에 말하고 있죠. 네게 무슨 상관이냐. 23절에도 22세치도 23세치니 그가 어떻게 되는지 그 상관하지 말라. 아나타니 난노 카카와리가 아리마스카 또 이와리마시다. 인간관계 때문에 그게 붙잡혀가지고 오제는 히토와 소노 인간관계니 오치이테 소노 人間関係の中で心配したり、その中に落ちて使命の神から与えた使命を逃してしまいます。その使命の中で、使命の中でもちろん迫害もあると思います。そのイエスのことを信じてもちろんその迫害があると思います。パウリ고백하기를뭐라고고백했느냐하면은본도후서11장25절27절에보면은パウロは第2コリント11章25節から27節に書いてあります。鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことは1度、乱戦死とが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあると。今日福音者のペドロも今日福音を伝えるペドロも말하고있는데순교로말미암아죽게될것을미리말씀했어요베드로준교스를것도아라카지메미리18절에말씀했습니다이와레테이마시타우리가사명감당하는일을나가기위해서핍박도있을수있고박해도있을수있습니다그러나물론박가이와아르토모이마스진짜가아닙니다소노나카니타오레르私たちではありません。パウロは告白しました。私たちは血を葉っぱから取り出した。私たちは死を葉っぱから苦しめられますが、窮することはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。우리가이땅에살아가는데얼마나우리를둘러싸는우겨싸임을당하는문제들이많습니까또다타민을당하는일들이어떻게얼마나많습니까도래닥게많은어떤박해도있고요거꾸로또많은드림을당하는일도많이있을수있습니다문제에가까이되어있습니다결국그가운데서도しかし、その中にいるにもかかわらず、命であるイエスは私の中にいるので、勝利するようになります。また、中節。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それをイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たちの中に常にイエスがおられるので、結局勝利すると言っています。世の中の人々は悪夢を見ているので、そうじゃないよ。私たちにもちろん問題はあると思います。しかし神の御言葉、神の言葉はそのキリスト、命であるキリストがいるので、結局勝利するようになります。二つを握ってください。まず現場を見る目が必要であること。私に与えられたその使命を味わって、この祝福を味わう一週間になるよう祝福します。